スタン・ハンセン、スタン・ハンセン、スタン・ハンセン、本名、ジョン・スタン・レ・ハンセン2、1949年8月29日イ、は、アメリカ合衆国の元プロレスラー。テキサス州、ノックスシティ出身のデンマーク系アメリカ人。日本で、最も成功したと言われる、外国人レスラーの一人。第32代アワ世界ヘビー級王者。第2代、PWF 会長。 なお、玄婦人は日本人で息子が二人いる。ウエストテキサス州立大学卒業後、プロフットボール球団のボルティモアコルツ、ゲインディアナポリスコルツ、サンデーゴチャージャーズに入団するが、最終的に解雇され、故郷の中学校で教鞭を取った。その頃、大学のフットボール部の先輩であった旧知のテリー・ファンクから声がかかり、プロレスにスカウトされた当事本選は、 教職の治む面に不満を持っており、スカウトに快諾した。1973年1月1日、アマリロ地区にて、プロレスラーとしてデビュー。同地区では、若手時代のジャンボ、ツルダや、ボブバックランドとも開校した。以降、フロリダ地区などを転戦して、キャリアを積んだ後、ミッドサウス地区で、フランク・グーリッシュとのタッグチームで活動。1974年10月10日に、 US タック王座を獲得し、初退官を果たす。その後、フリッツ・フォン・エリックが主催していたダラス地区を経て、1976年上期に WW、WWWF に登場。同年4月26日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、当時の WWWF ヘビー級王者、ブルーノ・サン・マルチノの首を骨折させた、事件、実際は口述の通り、ハンセンが、 ボディスラムを失敗したことによる、重度の軽椎捻座であったが、ウエスタンラリアットによるものとして宣伝されたで、有名になった。この一件後、ハンセンは、サンマルツノとの異根劇で、WWF のリングを賑わせるが、以降はクラッシャー、コアシアの楽輪を押されたために対戦を嫌われ、アメリカでの活躍の機会は少なくなった。日本初参戦は1975年9月。 まだ一回の若手であったが、シリーズ最終戦は、倉前国技館でのダブルメインを控えた、セミファイナルマッチであった、対戦相手は、当時全日本のナンバー3だった、ザ・デストロイヤー。ジャイアントババはギャラを手渡す際、いい試合をしてくれたと声をかけたが、実際の評価は、馬力だけの不器用なレスラーだったという。サンマルチの戦後の1977年1月。 wwwf との提携ルートで新日本プロレスに初参戦。同年秋の再来日からはシリーズの外国人エースを務め9月2日に愛知県体育館にてアントニオ猪木の NWF 平級王座に初挑戦。9月29日には大阪府立単位区間にてザハングマンをパートナーに坂口誠二ストロング小林の北米ッ区王座にも挑戦した。 以降、新日本プロレスの主力外国人選手となり、1979年の第2回 MSG シリーズでは、アンドレザジャイアントを抑えて、チョキと優勝戦を戦い、1980年2月には、ウィリー・ウィリアムスが感染ンゼ前でチョキから NWF ヘビー級ー王座を奪取した。以後も、チョキのライバルとして成長し、NWF 王座をめぐる名勝負を展開した。 例、X 秒差の逆ラリアートなどのドラマを生み、それまでのメインイベンターであった、タイガー・ジェット・シンを抜いて新日本プロレスのトップ外国人レスラーとなった。1981年9月には、田園コロシアムにおいて、アンドレと伝説として語り継がれる名勝負を生んだ。この一戦を見ていた7、8人の観客が8に、刺されたが、観客はそのまま医務室に行かず試合を見届けたという、 逸話がある。また、ハルク・ホーガンとの協力タッグも話題を集めた。その圧倒的な強さは、当時のテレビ朝日実況をアナウンサー古立一郎により、不沈艦、ブレーキの壊れたダンプカーなどと形容された。当時のアメリカでは、ジョージア州を主戦場に活躍する一方、1981年には、再びニューヨークの w WF に参戦。 MSG 定期戦において、旧 u ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に3ヶ月連続で挑戦しシール、3度目の挑戦となる同年4月6日の定期戦では、スチールケージマッチによる決着戦が行われた。1981年5月にアブドーラザブッチャーを新日本プロレスに引き抜かれた全日本プロレスと全日本プロレス中継の放映局であった日本テレビは、 新日本プロレス第4回 MSG シリーズ開催中に新日本プロレスの外国人選手を引き抜くという報復工作を行うことを決定した。ババと全日本プロレス中継のプロデューサーであった原明は直ちにハンセンを引き抜くべくテキサス州ダラスへ向かった。ババと原はハンセンの他にも真の引き抜き工作も同時に開始し、 カナダ・オンタリオ州トロントにも向かっている。同年6月にテリー・ファンクの仲介によって、ダラスにてババと会談を持ち、新日本プロレスから全日本プロレスへの移籍を確約。12月初旬の段階で、ババ夫妻とブッカーのザ・ファンクス以外には、竹内康介などごく限られた関係者しか知らされて、おらず、そのためブロディは、長く、ファンクスに対し不信感を持つこととなった。 新日本プロレス第2回 MSG タックリーグ戦の全日程が終了した2日後である同年12月12日の全日本プロレス81世界最強タック決定リーグ戦横須賀大会にブロディを激励するために現れブロディに対してハンセン本人が直接状況を説明をしたと同時にハンセンは明日にはアメリカへ帰るとコメントしていたが後のハンセンの辞典で 横須賀大会の前に名古屋でブロディと会って会話をしていたことを告白している翌12月13日の倉前国技館で行われた世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦にブルーザーブロディジミー・スヌーカー組のセコンドとして全日本プロレスに登場したハンセンの遺跡は秘密裏に行われておりファンばかりでなく当時の関係者をも大いに驚かせた 全日本プロレス中継のプロデューサーであった原は、当時のことを、全日本旗揚げ当時の外国人将兵ルートの開拓のようなものだったと、解説している。当時、全日本と新日本は、主力外国人選手の引き抜き合戦の最中にあり、反戦の電撃参戦は、最大の事件として記憶されている。坂口は、第2回、MSG タックリーグ戦。 81世界最強タッグ決定リーグ戦終了後に別冊ゴング1982年1月号と月間プロレス982年2月号を読んで全日本による引き抜き工作がすでに行われていたことをようやく知ったというブッチャーを全日本から引き抜いて先に戦争を仕掛けた側の新日本は反戦を引き抜き返されたことで馬場に急戦を申し入れるなど ハンセンの遺跡が両団体の戦争に終止符を打った形となった。全日本プロレスへの公式遺跡後は、ババや鶴田、天竜玄一郎と戦うが、鶴田との試合は、窮地の間柄であることもあって、噛み合わない試合が多かった。また、ブロディと組んだ、ミラクルパワーコンビは、圧倒的な強さを誇った。ミラクルパワーコンビと、並行して、ロンバスとのカウボーイタッグチーム。 ラディアット・ライダーズを結成し、1983年4月12日にインターナショナルタッグ王座も獲得している。ブロディとのコンビ解消後は、テッド・デビアス、テリー・ゴデラを新パートナーに、PWF 世界タッグ王座、世界タッグ王座を数回獲得、最強タッグでも優勝を果たした。また、天竜とのコンビでも世界タッグ王座を獲得したほか、 史上初の最強タック全勝優勝を達成した。本国では1985年12月29日、ニュージャージー州イーストラザフォードで、リック・マーテルを破りあわ世界ヘビー級王座を奪取。以後、サージェント・スローター、レオン・ホワイト、カート・ヘニング、デビット・サン・マルチの、ジェリー・ブラック・ウェール、ニック・ボック・ウィンクル、リック・マーテル、長州力、ジャンボ・ツルタラを相手に防衛を果たし、 米国での地位も確かなものとした。また、アワ王座在中の1986年3月29日には、自身の保持するアワ世界ヘビー級、PWF 兵級両王座と、インターナショナルヘビー級王座を保持する鶴田との間で、日本初となる、トリプルタイトルマッチが実現した。1990年2月10日の新日本プロレス、主催、東京ドーム大会では、 目玉の一つとなった、新日本 VS 全日本の一環として、当時 IWGP ヘビー級チャンピオンであった、ベーダーに挑戦。両者リングアウトとなるも、ド迫力の戦いは、語り草となった。4月13日の日米レスリングサミットでは、メインイベントで、ハルク・ホーガンと戦い破れる。以後6月まで、レンタルという形で再び新日本プロレスのリングに、立ち。 長州寺からとタッグを組んだほか、武藤慶治、長野正弘、橋本信也の闘魂三十士とも対戦している。天竜、鶴田が去った後も、プロレス四天皇の壁として強さを見せ続けた。チャンピオンカーニバルでは1992年と1993年で2連覇を達成した。二度とも決勝の相手は、三沢光春。なお、1992年は全勝優勝。 1990年代後半は衰えたと言われながらも、1998年、W ・ベーダー1999年、W ・タウヤ・キラと世界最強タッグ決定リーグ戦で2年連続、準優勝を果たし、不沈艦健在を見せつけた。両膝の故障が元で2000年11月19日に引退を表明。2001年1月28日、 東京ドームでのジャイアントババ3回きつい投稿業で引退セレモニーが行われた。通常、全日本では選手が亡くなった時にしか10カウントゴングは鳴らさないが、反戦の功績を称えセレモニー中に異例の10カウントゴングが鳴らされた。新日本、全日本の各選手が参列する引退セレモニーもまた異例のことであった。引退後は、 PWF 会長を2007年7月15日まで務め、後任は衆議院議員の長谷博氏、地元の少年たちにスポーツを教えつつ、悠々自適の人生を送っているという。2006年夏、二人の息子が日米新前高校野球大会に出場するのに、伴い来日。遊撃手の兄、外野手の弟と共に、右投げ両打ちであり、走行手揃ったオールラウンダーである。 ハンセン自身が指導して両、うちを教えた。2008年には、イグフに、ウィットネスとして、ドリー・ファンク・ジュニアと共に来日した。2009年6月、2006年に来日した、息子シェバー・ハンセンが、MLB のシアトル・マリナーズに、ドラフト6位指名され喜ぶが、数日後、ミサワ・春の訃報を聞き、嬉しいことが数日前にあったのに、その直後になんて、 悲しいことが起こったんだとミサワの死を悲しんだ。2010年3月27日にはアリゾナ州フェニックスにて開催された WWE 電動の検証セレモニーにおいて電動入りを果たしたアントニオイノキのインダクターを務めた。2016年3月21日放送の RAW においてハンセン自身の WWE 電動入りが発表された。 4月2日にテキサス州ダラスのアメリカンエアラインズセンターにて行われた式典では日本とアメリカを股にかけて激闘を展開したベーダーがインダクターを務めた。リングネーム前世紀にあって本名でリングに上がり続けたがアメリカでの正式なリングネームはバッドボーイス・スタン・ハンセンまたはスタン・ザ・ラ・リアット・ハンセンである。ニューヨークの WWW 会。 WWF、現、WWE には、ブルーのサンマルツノの首折り事件を起こした1976年と、新日本プロレスの主力外国人となってからの1981年の2度に、渡って参戦している。マージャーはいずれも、フレッド・ブラッシーが担当。1976年の参戦時は7月より、ブルーザーブロギも、サンマルツノの挑戦者として、ローテーションに加わり、 両者は共に北東部一帯をサーキットした。1981年には前述の通り、MSG 定期戦において、ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に3、ヶ月連続で挑戦。最終的には、スチールケージマッチによる、決着戦が行われている、DVDWWE ブラッドバス、ザ・モースと、インクレディブルケージマッチャスに収録。MSG での金網決着戦まで、 バックランドとの構想アングルが組まれることは当時の WWF における売れっ子ヒールの証でもあり、ハンセン以前にはピーター・メイ・ビア1978年とパット・パーソン1979年、以後にはジミー・スヌーカ1982年などがいる。また、1981年には前年にカムバックしたサンマルチノとの異ンマッチも再現された。 アメリカ本土においてもヒールに徹しており、WWF や南部のウィケンなどメジャーテリトリーでの実績を有していたことから、1980年代前半のアメリカの専門誌や業界誌の不人気レーティング、ナワジアク党人気では上位にランクされていた。しかし、主戦場としていたジョージア地区、ジム・バーネットが主催していた GCEW では、 1979年3月以降はベビーフェイスのポジションに回り、トミー・リッチや和風マクダニエルら人気種のパートナーを務め、アブドーラ・ラザ・ブッチャー、キラー・カール・コックス、ブラック・ジャック・ランザ、マスク・ド・スーパースター、イワン・コロフ、アーニー・ラット、マーク・ルーイン、バロン・ホンダ・シク、キラー・トーア、カマタなどのヒール勢と対戦している。GCW の本拠地アトランタのオムニコロシアムでの クリスマス工業で、1982年に、アンドレザジャイアントティト・サンタナと組んで、スーパースタースーパーデストロイヤーザグレート歌舞伎組と、1983年にはバグジーマグロを、1984年3月に、全本マットで、ハンセンの PWF ヘビー級王座に、挑戦と組んで、ロードウォリアーズとそれぞれ対戦した。 オムニコロシアムでは1982年10月3日と1984年6月3日にリック・フレアーノンウィ世界ヘビー級王座に挑戦している。タイトルは若手時代のフランク・グーディッシュとの US タッグ王座大会以降しばらく獲得の機会がなかったが WWW 会入りする直前の1976年初頭、テキサスのダラス地区フリッツ・フォン・エリック主催ノンウィ ビッグタイムレスリングにて、キラー・ブルックスと組んで、ホセ・ロザリオアルマドリルからウィ、テキサス・タック・オーザダッシュ。同年2月20日には、ピーター・メイビアを破り、シングルタイトルのウィ、テキサス・ヘビー級・オーザも獲得した。WWW 会議月後の1977年5月2日には、フルスのミッド・サウス地区にて、ディック・マードックからウィ、北米ヘビー級・オーザをダッシュ。 同王座には1978年7月にも、ポールオ王ンドフを下して返り咲いている。主戦場 GCW のフラッグシップタイトルであるのに、ジョージアヘビー級王座には、1977年11月16日に、ディックスレーター、1978年2月6日に、ミスターレスリング2号を破り、2回にわたって退官。 GCW では1978年6月18日に、ブッチャーから、ウィコロンバスヘビー級、王座。1979年11月2日には、ラットカランウィ、ジョージア TV 王座もそれぞれダッシュしている。1982年2月28日には、オムニコロシアムにて行われたミッドアトランティック版、ウィ世界トーク王座の争奪トーナメントに、オレアンダーソンと組んで、出場。 決勝で、ジャック・ブリスコジェリー・ブリスコを破り、チャンピオンチームとなった。1983年は9月から10月にかけて、テネシー州メンフィスのクアにスポット参戦し、ジミー・ハートをマネージャーにジェリー・ローラーや、オースチン・アイドルと対戦、9月12日にはアイドルから、クア、インターナショナルヘビー級王座をダッシュしている。ジョージアでの名優であり、後に、 テッドデビアスに代わる PWF 世界タッグ王座のパートナーに起用したアイルとはテキサスブルロープマッチやバンクハウスマッチによる高層アングルが組まれるなど後のハードコアレスリングにも通じるメンフィススタイルの喧嘩試合にも対応してみせた。またジェシー・ベンチュラとタッグを組みローラーアイドルとのクラッチタグチームマッチオブザイヤーと名打たれたタッグ対決も行われている。 GCW が WWF によるブラックサタデーを経てジムクロケットプロモーションズに吸収されてからは全日本プロレースが活動の主体となったが前日のアワー世界ヘビー級王座大会のほか1990年代初頭にはアンダーソンの仲介により WCW へ参戦し1990年10月27日にレックスルガーから U.S. ヘビー級王座をダッシュするなど、アメリカのマット界でも活躍していた。しかし、以降は、アメリカのプロレス事情の変化、WWF と WCW の2大メジャーの河川化などもあり、全日本プロレスへの参戦に専念することとなった。1993年は、イースタンチャンピオンシップレスリング時代の初期の ECW に出場し、8月7日に、 フィラデルフィアの ECW アリーナにてスヌーカが保持していた TV 王座に挑戦。9月18日に開催された ECW ウィルトラクラッシュではテリー・ファンクとタッグを組み、ブッチャーケビン・サリーバンと対戦したが、その後はアメリカでの活動を行っていない。なお、アワニは1979年にもウェストテキサス州立大学の先輩であるボビー・ダンカンのパートナーとして、 短期間サーキットしたことがある、当時のアワ世界タック王者ーチームのバーンガニアンド、マッドドックバションに挑戦し、同年8月15日にカナダのマニトバ州ウィニッペグにおいてタイトルを奪取したともされている。また、1984年に行われた全日本主力勢のアワ遠征にも同行し、ヒーナンファミリーに加入してニックボックウィンクルのパートナーを務めた。日本を 主戦場としていたため、アメリカでは評価は高くないと思われがちだが、関係者やレスラーからは大変尊敬されている。ハンセンと同じく、テキサス出身で、フットボール選手でもあったジョン・レイ・フィールドも、その一人で、ジャスティン・ブラッドショー時代のカウボーイギミックや、ラディアットなどハンセンのスタイルに習ったものが多い。2016年に、ハンセンが WWE 殿堂に迎えられた際には、 レイフィールドも、式典のバックステージにてハンセンを祝福していた。若き日のハンセンは、持ち前の馬力を利用した、ファイトスタイルをとっていたが、年齢とともに、それが通用しなくなると徐々に、プロレス技のレパートリーを増やしていくようになった。上記の技以外では、高速ブレインバスター、DDT、パワーボムなどを好んで使い、マンジガやドラゴンスリーパー、 回転エビ固め等を繰り出したこともある。投げ捨て式、エビ固め式と両方使ったパワーボムでは、三沢や秋山としをピンホールしてしまうこともあった。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンを主戦場とする WWWF、現 WWE の帝王サンマルチノが自分が対戦するメインイベントの相手として中堅時代の反戦を とある人物から勧められた。プロモーターは、ビンス・マクマホンだが、推薦人物は先に、サンマルチノにコンタクトを取るようにハンセンに忠告した。ハンセンは、その忠告を守り、先にサンマルチノと会談した。サンマルチノによると、マクマホンと自分は円滑な関係ではなく、最も大事なタイトル挑戦者選びはマクマホンが、取り仕切っていたといが、君なら間違いないと思う。 全力でぶつかってきてくれとハンセンを挑戦者として承諾した。ハンセンは続いてマクマホーンとコンタクトを取ったが、ブルーノが連れてきたんだ。細かい話は、ブルーノとしてくれと投げやりな言葉を返された。頭に来たハンセンだが、せっかくのメインイベンターとしてのチャンスを不意にはできないので我慢することにした。結果として、急角度で落下させたボディスラムで、 サンマルチノの首を負傷させ、しかもラリアットの連発を浴びせたため、以前から首の状態が思わしくなかったサンマルチノは、入院、2ヶ月の長期欠場となった。チャンピオンを怪我させて、どう責任取ってくれるんだ。と、マクマホン側の批判は厳しく、ハンセンも顔面蒼白となったが、あらかじめ根回ししていたサンマルチノは、ハンセンを責めないでくれ。 ついたちも早く回復してみせるからと擁護したという。結果、wwwf は、サンマルツノの穴埋めとして、ハンセンを使い続けるとになり、事情を知らない観客からは、俺たちの英雄を怪我させたハンセンを許すな。と非難を一心に浴びることとなった。サンマルツノが復帰しハンセンの契約が切れる頃、マクマホーンから、契約を延長してやってもいい。その気があるならサインしろ。 応じられないなら、新日本プロレス行きを考えてやると言われ、時間をもらい、サンマルチノに相談した。サンマルチノは、現状を考えると新日本行きが一番ベター、良い選択だろう。マクマホンは君に工業収入の何パーセントの還元も約束してくれてないんだろう。と、新日本行きをハンセンに提案た、スター選手に工業収入の数パーセントの還元が約束されるのは、 アメリカのプロレス界でよくあった監修で、WWWF でも、サンマルチのらには、その待遇が与えられていた。事情を知らないマスコミは二人には、異根があると誤解し、ハンセンは WW、WWWF から追放されたなどと報じた。ハンセンが、大学のクラブ、アメリカンフットボールの寮を見学した際、案内してくれた人物のルームメイトが、フランク・グーディッシュこと後のプロディだった。 これが三つ年上のブロディとの初めての出会いで案内人側の空間はゴミ一つなくきっちり整理されていたのに対しブロディ側は新聞紙やビールの空き缶などが散乱していたというブロディは本来授業を受けているはずの午後二時に部屋で寝ており一旦目覚めてはーいと陽気に挨拶してきた後再び高い引きで寝てしまった案内人はハンセンへ見せた部屋がまずかったね 他はこんなんじゃないよ、と、バツが、悪そうに言った。後年この時のことを話すたびに、ブロディはいつも顔を好調させ恥ずかしがったという、そうあとブロディは問題を起こし、大学を退学。デビュー後に再会した際、プロモーターが、ブロディのことを、彼は真面目で何でも私に相談する、高生年代よと話しているのを聞き、ハンセンは、フランクめ、猫かぶってるなと吹き出しそうになったという。 ハンセンはブロディから、俺の学生時代の苦行はプロモーターには内緒にしてくれよと頼まれた。両者は、オクラホマやルイジアナなど、ミッドサウスのトライステート地区で、タッグチームとして売り出されたため、グリーンボーイ時代は苦楽を共にしていた。プロモーターや先輩レスラーと衝突することが多かった、ブロディを、ハンセンはしなめていたというが、ハンセンいわく、もし私とブロディが、同じ性格なら、 こんなに長く一緒にいることはできなかっただろうと語っている。全日本プロレスへのハンセンの遺跡報告をハンセン本人から聞かされたブロディは、スタン、それは喜ぶべきニュースだが、俺がいるのになぜこれ、以上全日に、タレントが必要なのだ俺だけでは不足なのかと、不服そうに語ったが、オーナーである、ジャイアントババの意向をブロディに聞かせ納得させた。 ハンセンが全日本登場直前にブロディは、スタン、この時点で、ババは、俺たちに、君のことを何も報告していないんだぜ。俺やスヌーカ、この時のパートナーはそんなに信用できないのか、と不信を募らせた。このような事柄を繰り返してきたため、ブロディのプロモーター不信は蓄積され、後の悲劇を招いたとハンセンは痛感することになる。 ブロディは1985年に新日本へ移籍することになるが、実際に新日本にいたハンセンは、ブロディが移籍したとしても新日本との圧力は避けられないと確信していた。ブロディはギャラにうるさいと思われがちだがハンセンによると、金銭よりメインイベンターとしてのプライドの方が強かったという。これらに拍車がかかり、プエルトリコの惨劇が起こったとハンセンは断定しており、 そばに居ながら止めてやれなかったことを嘆いている。ブロに死亡後、ハンセンは一時ヒールの仮面を脱ぎ捨てて、リング上で追悼のスピーチを行った。日本での最初の主戦場は新日本プロレスとなったが、待遇やギャラの面では最終的に満足していると語っている。日本人であるアントニオイノキが不動のエースであることもヒールを辞任していた派ンにとっては受け入れやすいものであった。 それでもなおハンセンが遺跡へ至ったのは、新日本に対して、プロモート業を、新ジュに委託している猪木は、リング上の対戦相手でしかなく、ビジネスの話ができなかったからだという。その、新マの営業戦争企画で、アブドーラザ・ブッチャーを全日本から引き抜いたのだが、当時新日本の外人エースであるハンセンには事前まで、何漏らされず当惑させられた上に、新マから、 ブッチャーは太りすぎだから長持ちしないと言われて、自分のことも他のレスラーには、同様に悪く言っているのではないか、との疑念を抱いた。しかもシンマが全権を持っているわけでもなく、イノキ、シンマ、坂口誠二などの誰が、決定権を持っているのかとてもわかりにくかったという。逆に、全日本プロレスは、ジャイアントババが試合のプロモートから、ギャラの支払いまでを管理していたので、 全て相談できて安心だったという。しかし、不満がないわけではなかった。まず、外国人選手であるザ・ファンクスが全日本のエースに長く君臨することには疑問を抱いており、ハンセンは自伝で自分が新日本にいた頃の全日本ババでも鶴田でもなく、ファンクスはエースであるように見えたと回想している。ババの次のエースはジャンボ鶴田でなければならないと強く思っていた。 また、ヒールとしての高いプロ意識も葛藤を生んだ。当時の全日本では、選手が皆同じバスで移動していたが、他選手と、和やかにしている姿をファンに見られたくないハンセンに、とって、このシステムは、抵抗が強かったという。また、日本のファンはヒールながら、狂気に頼らない、ハンセンの姿勢を敬愛したため、ブーイングを当然と考えていたハンセンは戸惑いを、感じていた。 そうしたファンへは感謝もしていたが、現役時代はこれを素直に表現できず、苦痛だったという。アメリカでは、移動、宿舎の手配まで自身で行わなければならず、一部の団体のく、いくらギャラが高くても安心できない面があることや一時の人気でトップに上ってもすぐに捨てられる可能性あることを、ハンセンはこれまでの経験で痛感しており、一時、新日本は全日本に比べて、 事務的だと思ったが、アメリカの団体と比べれば新日本に対して失礼だ、とも思ったという。長い期間と広い視野でプランを立てる日本プロレス界を、ハンセンは強く支持していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。